TBS が恐怖する堺雅人、と、ビバントロス。自作、鈴木良平、下国上級時、への大重圧、キムタクでも無理だった、日曜劇場の法則を破れるか。様々な考察が盛り上がり、今回。 ドラマ界に大旋風を巻き起こした TBS 日曜劇場、ビバント。が月日放送終了後には SNS 上でビバントロスが吹き荒れるのは必死だが、TBS はそれに戦々恐々といった感じのようだ。スポーツ紙記者が語る。自作がどうしてもビバントと比較されますよね。ビバントロスに陥った視聴者を納得させる作品を作らねばと。 出演者や制作人にかかる重圧は王といったところでしょう。ビバンは主役の坂井人、人、49区をはじめ、安倍博士、59、二階堂ふみ、28位や67、松坂通り、34、二宮和成、40、と豪華キャストが勢揃い。モンゴルでの大掛かりなロケのほか、撮影のため日本中を飛び回り、 制作費は1話1億円とも言われた。ストーリーや役柄などを事前に一切明かさないことで注目を集めたビバンは、いざ蓋を開けてみれば関東地区ビデオリサーチ調べ。前シーズンの日曜劇場で、福山雅春、54部が主演を務めたラストマン、全盲の捜査官第1話の世帯平均視聴率は14.7%。 これが2023年に放送された民放ドラマ最高視聴率をマークしていたのに比べ、リバントは人を集めてお金をかけた割には、と当初は自立蕾を決める展開はそんな懸念を吹き飛ばし、視聴率も回を追うごとに急上昇。9月10日に放送された第9話では、第8話に続き14.9%と番組トップタの視聴率を記録しています。 テレビ界で最重要視される13歳から49歳までのコア視聴率も10%に迫るなど驚異的。報じられて一部では最終会は世帯視聴率20%超えも期待できそうです。全道そんなビバントのバトンを継いで10月期からスタートする日曜劇場は下国上球しだ。主演を張るのは2018年に放送された大河ドラマ。 西郷ドンで西郷隆盛役を演じた鈴木良平、4弱小高校野球部の顧問に就任した、長雲修司鈴木が右与曲折の末、生徒を甲子園へと導く実は、下国上級時完全、菊池隆弘著を元にした企画となる。しかし、番組に携わる制作会社関係者は、早くも懸念だらけ。 だと苦悶の表情を浮かべながら漏らす。